どうもご無沙汰しております。 LDH ボーカル講座こと LDH ボイトレ情報発信チャンネルへようこそ。前回の更新から長らく更新できず申し訳ありませんでした。プライベートの方でなかなか時間が取れずでしたが、なんとか落ち着きまして久々の更新になります。またこの度チャンネル名や情報発信のスタイルを少しリニューアルし、全力でためになる情報を発信していこうと思っておりますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。このチャンネルでは LDH さんの楽曲を中心に歌唱解説をし、ボイストレーニングやボーカルトレーニング的な情報を発信しております。歌やボイトレに少しでも興味のある方はチャンネル登録をぜひお願いします。さあ、約1年半ぶりの再スタートとなる動画の一発目の解説は EXILE の ATSUSHI さんが歌うユーリさんのドライフラワーになります。ユーリさんのドライフラワーといえば今やカラオケの定番ソングとなりましたよね。そんな中、また本家とは違った歌い方をしたい、アツシさんが YouTube で歌っていたように歌いたいと、そんな声を多数いただいておりましたので、今日は満を持してアツシさんが歌うドライフラワーの解説を行っていきます。サビはよく耳にしていて印象に残っている方も多いかと思いますが、サビにかけて盛り上がっていくため A メロ、B メロも非常に大事に丁寧に歌っていきたい楽曲になっていますので、よかったら飛ばさずに全部見ていただけるといいかなと思います。ではよろしくお願いします。多分私じゃなくていいね、余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばっかりしてさ、ごめんね。 A メロの解説ですが、 A メロはユリさんの原曲もそうですが、すごく哀愁漂う感じで静かに丁寧に歌ってあげます。ただ注意したいのは、歌詞を読むだけになると棒読みのようなのぺーっとした歌い方になってしまうので、赤色のアクセントを少し意識して静寂の中にもリズムを出して歌ってみてください。多分私じゃなくていいね、余裕のない二人だったし。3行目のばっかりしてさの部分がポイントでして、呆れているようなやるせないような気持ちをこのスラッシュに込めて一瞬ためを作りましょう。ごめんねのねでは母音の絵を後押ししてあげて、そこにビブラートをかけると淳さんっぽくなります。気づけば喧嘩ばっかりしてさ、ばっかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた、きっと私たち合わないね、二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。ここもポイントになってくるのはスラッシュで区切ってある部分になります。特にずっと、きっとというワードは内に秘めている思いを表しているので、しっかり溜めて気持ちを表現しましょう。ずっと話そうと思ってた、きっと私たち合わないね、ずっと、きっと。またユーリさんは語尾を短く切っている部分でも、アツシさんの場合は若干しゃくり上げたりしているので、細かい部分ではありますが、そこもコピーしてあげるとよりアツシさんらしくなります。もしいつかどこかで会えたら、今日のことを笑ってくれるかな、理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。 B メロからは少し声量も上がり、徐々に盛り上がりを見せていきましょう。出だしの高音は G の音、高いその音になるので、ここの音が苦手な男性も多くいらっしゃると思いますが、頑張って出していきましょう。また高い声の出し方については別の動画で説明しようかなと思っていますので、また見てみてください。確かに力強くいきたい部分ではありますが、あまり力を入れすぎると地声の張り上げまたは喉締めになって高音が出づらくなりますので注意してくださいね。さらに2行目からは裏声ファルセットも出てきます。忙しいですね。しかもアツシさん、ところどころにビブラートも挟んできているのがエモいですよね。緑で色付けしてある部分は拳、フェイクの箇所になりますので、ぜひ繰り返し練習してコピーしてみてください。こういう細かい歌い回しがあるのとないのとでは歌の色が大きく変わります。どちらがいいとかっていうわけではないんですが、アツシさんっぽく歌いたいっていう方はぜひ真似してみましょう。笑ってくれるかな、るかなとか、このあたりですね。そして後半の話せないけれど、ここのレの音は真を前に引っ張ってきて R&B 感を演出されていますので、ここも押さえておきたいポイントです。声を
器用なとこも全部全部嫌いじゃないの。ドライフラワーみたい、君との日々もきっと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 色あせる。サビは力強い高音が続きますが、力いっぱいは歌わずに音に慣れるまでは逆にリラックスをして歌ってみてください。サビについてはアクセントを大げさに表現するくらいがちょうどいいかなと思いますので、アクセントに注意しつつもスラッシュの部分ではしっかりためを作りましょう。声も顔も。2行目は裏声ファルセットが続きますが、この曲の見せ場でもあるので息だだ漏れの裏声になって後が続かないなんてことにならないように注意しましょう。全部全部嫌いじゃないの。3行目のドライフラワーの歌い回しは少し本家優里さんとは違っていますので、コピーして淳さんになりきってください。後半のきっとの繰り返しですが、4回とも微妙に表現ニュアンスが違いますので、ここもポイントです。サビ終わりのフェイクはなんとも淳さんらしい形で終えています。1曲を通して最初に YouTube 上で淳さんのドライフラワーを聞いた時は圧巻でしたね。概要欄に本家優里さんの動画も合わせて載せておきますので、原曲もよく聞いて練習してみてください。はい、ということでお疲れ様でした。いかがだったでしょうか。やっぱり改めて思ったのは、細かい歌唱テクニックをゴロゴロ使っているんだなということです。ドライフラワーに関してはたくさんの有名な方々がカバーされているので、よかったらそちらも参考にあなたのカラオケライフに活かしてみてください。この動画がためになったなと思っていただけたら、高評価チャンネル登録をお願いします。コメントへの楽曲リクエストもお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。